お誕生日は唐揚げだろうが。なんか混ぜる？いいの？俺もやろうかな。混ぜる。三脚あるから二つも動けるんだ。そうなんだよね。実はね。これ？お、装備して。装備して、もみもみタイムや。もみもみタイム。まだじゃん。まずこれを入れてからじゃん。何せ、小麦粉。小麦粉。小麦粉。もういいんだもんで。まだじゃん。まだ。次は何じゃ。片栗粉じゃん。それとも腹減って元気ないじゃん、これ。極限まで我慢して、普通に朝からパン1枚しか食ってなくて腹が。腹は。やばいんじゃん。混ぜていいの。混ぜていい。揉むのこれ。もみタイムしてください。うわ。冷たいからね。うわ、冷た。これ。揉みます。なんかグロくない？なんかそれ。衛生マー。ちゃくて言ってない？マイクめっちゃこれ拾ってると思うよ。なんか嫌じゃない？ガンマイクだから。大丈夫？換気扇失礼。ちょっと。うわあ！痛くてごめんね。これさ、がっつり揉み込んだ方がいいの？お、ネタになった？なんかこうネタな感じある。ネタ。よくわかんない。まあ大丈夫やら。あんまりわかんなかった。唐揚げの匂いするでも。並んだらマジで夫婦だ。いつもめっちゃひっついてくるんですよ。配信のとこマジでしつこくしないよ。当たり前じゃん。いつもあんまりつかないよ、ね、配信だったらしそうでしょ。そうかな。じゃあもう俺もう32です。同い年ですよ。信じられません。32歳だって。32入れるか。見てんのこれみんな。まあ、いいか。すごい上がってる。おお。画質すごいだろ。今日ガチのカメラです。ちなみに今日画質えぐすごい。これおほーすごい。何しようとしたんだっけ。すごいぜ。みんな愛ちゃんに聞きたいことある？ないよ。愛ちゃんに聞きたいことある？ない。可愛いね。カゼさんの誕生日だから。カゼさんに聞きたいこと俺ないか。何でも答えてくれるって。カセンさんのこと愛してますか？はい。何？俺に聞きたいことある？ない。死ねえ。ない。マジ死ねえ。あるだろ。どこが好きなの？あいちゃんの考えてみて。違う。ここ頭。週1ぐらいで死ぬほど笑うよ。週1ぐらいで死ぬほど笑う。腹マジよじれるぐらい笑う。し笑いじるかと思う。配信できないようなネタを。マジで笑いじる。もう言えちゃったこれ。わあ。わあ。食べますか。やけどするで。箸で。死ぬ。えぐすぎる。これ。すごいぞ。上がったぞ。うわあ。ええー。おほほほ。すごいぜ。すごいわ。何これ。何これ。何これ。泡が。すごいわね、あいちゃん。40分。あいちゃん。何？ちっちゃいの食べたら。そんなに熱くなかった。あ、本当に？冷めたもん。うまい。うまい。絶対ケーキ食えない。俺もすでに。なんで？絶対パンなの。パンなの。うめぇ。会社持ってこうかな。だからちょっと食べてさ。唐揚げ持ってってさ。食って、持ってて食って。食って、ケーキ食べて、持ってて食って、帰ってきて愛したの。いや、もう満腹まで食っちゃう。満腹まで？満腹まで食っちゃう。あ、満腹まで食べちゃう。満腹まるだ。なるほどね。奥様の好きな手料理ランキング。唐揚げ1位からなんだ。
キーマカレー、肉じゃが。肉じゃが好きなの。うまい。肉じゃがやって。他なんかある？あ、ミートソースのパスタ。好きなんや。美味しいよな。チキン、サラダチキンのパスタ。この辺りですか。いろいろ食ったね、1年で。おぉ。料理作ってくれて。おぉ。キムチ鍋食べたいな。最近食べてなくない？やっぱり、僕ちょっと頭取っちゃった。頭破壊された。髪伸びてきた。めっちゃ切りたい。どう伸びてくる？これ切ったばかりや。なんでやねん。どうもありがとうございました。もういいわ、ありがとうございました。ふぅ、せーの、いただきます。食うぞ、いただきます。ゆい、やばくない？うまー！うまい。うまっ！うまっ！うまいよね。ご飯の時二人何の話するんですか？あまりにもいろいろする。何も話さないこともあれば、うん、二人でネットフリ見る時もあり、あるね。配信の話とかする。あ、確かに。今日はみたいな。今日の配信面白かったか。めっちゃ聞くくない？今日の配信面白かったか聞いてくるし、面白かったって言ったらどこが面白かったって聞いてくる。詳しく聞いてくる。気にならない？気になるね。なんか自分の感性とずれたらどうしようみたいな。うん、いや俺がおもろいと思ってるとこおもろいのかなと思って聞いちゃう。ちなみにそれはさ、いつも一緒なの？おもろいと思うところ。うん、あ、一緒なんだ。いや割と違う時ある、うん、そこみたいな。勉強になる。あやちゃんの左腕になんか貼ってある。これ根性焼きや。最近採血したとかじゃない。これ根性焼きや。すまん、何も買ってない。DV じゃねえ。白くなったらやばい。なんか俺が気まずくなったみたいになってる。今年になってお弁当を作ってくれるように。たまに、たまにね。なんかお弁当嫌いだって言うからさ、今まで作ってなかったけどさ。うん、たま好きじゃない。うん、いやでも俺が嫌いなお弁当ってザ・お弁当みたいな。そう、なんかマジのお弁当あるじゃん。なんかね、いろんなおかずがさ、うん、1個にビッと入ってるのあんま好きじゃないんだよ。意味わかんないでしょ。なんかあれじゃないの？冷たいのが嫌なんじゃないの？冷たいのも嫌だ、うん、冷たいご飯食べれる。冷たいご飯、まあ食べれるけど食べはしない。冷たいご飯たまに食べたら美味しいんだよな。いや、昔中学校の時に、うん、お母さんが弁当作ってくれてたんだけど、うん、ありがたいことに一回エビシューマイ入ってたの。うん、エビシューマイの匂いがもう全ての弁当を侵食して。なんか気分悪くなっちゃって、その匂いがあまりにも強くて、そっからね、苦手になった。苦手になった、うん、匂いきつかった。めっちゃきつかったの。超くせえやつ。俺もめちゃめちゃわがまま言って好きなもん結構入れてもらってた。お弁当？うん、中学の時ってお弁当だった？それは地域によるぐらいじゃん。あ、そうなんだ。給食か弁当。高校はね、俺ね、学食があったから。いいな、学食。めちゃくちゃ安くて、めちゃくちゃうまかった。食堂クソでかくて、俺私立だったから激うま。学食って憧れるよね。めっちゃでかくて、本当に食堂が、うん、券売機で買って、うどんがさ、160円とか。え？安い。ありえないぐらい安い。その代わりね、学費がやばかった。学費はやばかった。結局学費で払ってるだけじゃねえかと思ってる。かわいいだろ、あいちゃんのこれ。なんかラズベリームースなんて。これかわいいだろ。俺のはね、これモンブランです。モンブラン好きなんだよね。モンブランの上のな、このシュッシュッシュッみたいなのが好き。コナン誕生日おめでとう。白何おめでとう。ザク、いただきます。食えるんか。なんかすごいよこれ、見て。プンプンプン、なんだっけこれ。瀬戸康史なんだっけこれ。プンプン、金プン、プン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 、プンから考えないで。光源意外と出てるけどな。じゃあ鍵借るとか。まあさっき出てたね。さっき鍵買って、鍵買っといて。これ方言らしいっすよ。地獄谷もね。地獄谷は別方言とかじゃなくない？
表現だな。地獄谷に言いますか皆さん。軽ね、方言なんだって。鍵かけるって言うらしいよ。いっくり、いっくり方言じゃん、ね、オリジナルゲーム。造語らしい。地獄谷って何？誰も言わないわじゃん。え？北海道の人言わないの？地獄谷になっちゃったって。え、お味噌汁沸騰してさ、わ、地獄谷になってもたって言わん？軽じゃない？言わない、誰も言わないよ。はい、あやちゃん、地獄谷造語です。マジ？え、造語とかじゃないよ。いっくりと一緒。いや、でもこれあやかの造語じゃない。じゃあママの造語だ。うん、ママのギャグだったんじゃない？もしかして。かも。おう、お前がまるで地獄谷のようだよ。方言じゃないけどさ、一個やめてほしいことあるんだけど。俺に？何？嬉しい。俺にやめてほしいことあるの？うん。なんで？そういうの待ってた。昨日のことさ、この前っていうのやめてくんない？なんで？わかんない。なんで？この前。え？この前ってさ。この前って今より前でしょ？でも結構前じゃない？この前。いや、なんかない。いや、昨日ってやばいくない？え、なんか言った俺。なんか仕事の話してる時にさ、昨日やったことをさ、いやこの前やったさって言ってきたから結構さかのぼったのよ、記憶を。いつの話だろうと思って。あやちゃん、それ一日にいっぱいあるんだから、うん、出来事、この前だよ。でも昨日って言えばよくない？昨日あったことなのに。なんかさ、ちょっと感覚的に、なんか、うん、昨日より前、もっと前の話かなって思っちゃう。1週間以内のうん、この前かなって思っちゃうわけよ、うん、だから昨日あったことは昨日って言って。ごめん、俺昨日のこと昨日かわからない。あ、そういうことね、うん、あ、だからこの前、ね、昨日だったか一昨日だったかみたいな時に多分この前、ね、あ、そういうことか、うん、覚えてない、多分もう昨日かどうか。それなら仕方ないか。で俺多すぎて起こることが、うんうんうん、どこの次元の話かわからなくなる。なるほどね、まあ、それならわかるかも、この前って言っちゃうのも、うん。奈良の話ってさ、え？されたら嫌だ？嫌だ。あ、嫌なんだ。え、何が？へぇ、みんな？うん、みんなじゃなくて。あ、俺？加瀬さんは。あ、いいぜ、でも奈良の話してる。あ、そうなんだ、うん、あれ？朝絶対バズーカみたいなの。いや、それもそうなんだけどさ。最近さ、よだれ出ちゃった。最近すごいんだよね、なんかマジでめっちゃ寝たい、奈良で起きるの。最近ね、俺もあやちゃんも俺のバズーカみたいな奈良で起きんの。アラームみたいにちょうど7時間か8時間ぐらい寝たときにバーみたいな音で俺とあやちゃん両方起きんだよ。俺も自分の腕の音で起きんだ。あやちゃんもはっみたいな。俺もおっ、いや本当にすごいんだから。うーんみたいな。マジで目覚ましなんだよ。それもう事件だ。めっちゃでかいよね。いや本当にでかいよ。本当にすごい。みんながね怒ってるね。数倍でかい。あやちゃんもみたいな。びっくりするんだよね。それで起きる。いや、なんか前さ、ソファーでさ、うん、話してたじゃん。なんか、したれやんないの、したれやんないのみたいな言ってたじゃん。でさ、あれなんだっけ、なんて言ったんだっけ。なんかさ、アークナイツもおもろいから、アークナイツもやってるし、時間がないみたいな。したれをやる。うん、あやちゃんがね。そう、あやかがね。でも、インゲツ来てるよ、みたいな。言ってて、で、なんかアークナイツには何々がいるみたいな言ってたんだよね。でアークナイツのずっと話をした後に、でもアークナイツは面白いけど陰月はいないって言った後にプーって言ったんだよね。なんかそれがさ、めっちゃさ、なんかめっちゃカッコつけてたんだよね、言い方が。でもアークナイツには陰月はいない、プーって言ったの。あ、マジでおもろかった。これをね、みんなに話したかったんだけど、なんかおならの話されるの嫌かなと思って言うのやめたんだよね。やった、思い出した。こうやって言ってた。そう、そう、めっちゃカッコつけて言ってた。多くないですよ、陰月かい。ぷぅぷぅ。そう、おもろかった、それ。いや、俺がさ、なんかいつもだるいタイミングでおならするから。別におならしたくもないのに、おならしないでよって先にキレられるんだよ。最近おならしないでよ。おならする？ちょっと腰こうやって動かしてだけで、おならする？おならするの？死ねえ、死ねえ、死ねえよ。おならしてないのに先回りされるの。おならしてないのに。いつも会社で違う会に行って平出す。えら、こいつえらいね。俺普通に配信中に音消しておならしてない。こうやって、こうやって。みんなもおなら警察した方がいいよ。じゃあ音出さないでしょ。家はね、でかければでかいほどおもろいと思って。家でおならするときは できるだけでかい音で立てようとしよう。そう、ソファーに寝っ転がってさ、
足グワーって上げてさ、バーみたいなやつ。あれマジでやばい。両足をこう上げて、バーみたいなやつ。こういう、こうやるやつで足。何でそれ言うの？なんでおもろいやん。名誉毀損だよ、普通に。ね、カップルでは無理だな。え、そうなの？俺だって付き合ってる時女の子してないでしょ。してたよ。あのでかい音で？いや、今みたいなでかいの音はしてないだろ。してないよ、あれ、してない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 か。結婚してから。そうなの？いや、同棲してしばらく経ってから。うん。こそっとスカシップして反応を伺うのが嫌かもしれない。こいつゴミすぎ。え、全然わからない。キモいぞ、若かりし頃のジーコ、お前。こいつ一生俺とストリートファイターやってるやつ。お前、キモいぞ、普通に。やべ、もう11時だ。やばい。誕生日終わっちゃう。終わっちゃうね。眠くなってきた。寝ないもん。もう寝る？寝ないよ。これから俺100万円弱使いに行くんだから。キャオ。あいちゃん、ありがとう、いつも。うん。32歳もよろしく、あいちゃん。うん。愛してるよ。ぷぅ。愛してるよ。ぷぅ。あいちゃん。おならは？愛してる。出ねえよ。さっき頑張って力入れてたけど。終わるか。終わるぞ、みんな。画質よ。むちゃむちゃ俺の顔が。えぐやめてよ。Oh, oh, oh.